クリスチャン・マイナスは、デンマーク王大使フレデリクと、非、メアリーの長子で、デンマーク王子、モンペザ伯爵。王位継承権は、法廷推定相続人である父に次いで、第2位。妹のイサベラ、そして双子の弟妹、ヴビンセント王子、ヨセフィーネ王女がいる。コッペンハーゲン大学病院で誕生。出生時の体重は3.5キログラム、身長は51センチ。 王子誕生を祝うため、2005年10月15日の昼、ホルメン海軍基地で21発の祝砲が撃たれた。またクロンボー城では王家に子供が誕生したことを知らせる印が付けられた。同時刻には公共バスや公館庁でデンマーク国旗が掲げられた。日没時には国中でのろし火がたかれ、沿岸警備隊の艦船からサーチライトで首都が照らされた。 王太子妃、メアリーの出身国オーストラリアでも王子誕生を祝うのろしびがたかれた。2006年1月21日、クリスチャンス坊宮殿付属協会で、宣礼式が行われた。ノルウェー王太子奉婚、ノルウェー王太子妃メッテマリット、スウェーデン王太子ジョビクトリア、おじにあたるデンマーク王子ヨアキム、ギリシャのパウロス王太子、おばで、王太子妃、メアリーの姉、 J.N. スティーブンス、大太子夫妻の友人夫妻の計8人が名付け親となった。クリスチャンの全名はすべて演者に由来する。2007年3月27日から大太子夫妻の居住するフレデンス坊の保育園に通っていた。2011年8月からゲントフテにある公立小学校に通っている。クリスチャンはデンマーク王室において初めて保育園に通い。 公立小学校に行く王子になる。ありがとうございます。